ですえー、本日はですね、えー、ちょっとこの鳥越あずり FM さんの方うで足兼、えー、女子プロレスチャンネルチャンネル登録者1000人突破記念特番というすいませんチャンネル名長いんですけども、えー、やらさせていただきまして、えー、ちょっとこちらからですねこの私のこのチャンネルとあと,です、ね、あと自分の,その推し選手なんかをこうちょっと紹介していきたいなとそんな風には思っております。<laughs> 本当にもう全くの,この素人で普通に一般人の中の一般人なのでちょっとこう至らぬ点もいろいろあるかと思いますけれどもえぜひ女子プロレスの,この魅力を伝えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではですねまずちょっと番組冒頭にですねえちょっとご紹介したいものがいくつかありますのでえさせていただきたいと思います。まずはですねここちらえこの まあ、コロナ対策としまして、ですねまずこのスタジオに入ってきたときに、まず消毒、それから検温の方をまをバッチリしまして、かつ、ですねここのスタジオの中には、ですねこのトレールフレッシュというですねこの機械によって、ですねオゾン、イオンのパワーでこう脱臭、除菌なんかがされておりますので、コロナ対策、もバッチリでやっております。まあ、なので、マスクとかも全然してなくてもまあ大丈夫ということでやらせていただいております。 はいえ、それとですね、まあ、あと、ですね、えー、このトリゴーズ FM さんでは、えー、この番組応援の会というものをですね、えーまあ、やってまして今現在、この会員を募集しておりますとで、えー、この特典がですね、生放送見学だったりとかあと応援する番組 MC とのイベントだったりとかですね、 生放送中にこうテレビ電話ができたりとか、まあ、そんなようなことが、えー、これ一応抽選なんですけれども、まあ、できてしまうというですね非常に素晴らしいこう得点になっておりますのでぜひご興味ある方はちょっと見てみてくださいで、えー、もしです、ね、あの応募されるという方はですね、えー、こちらですねえー、っとこのメールアドレスですねこの こちらにですね、えー、懸命に番組名を記入していただきまして、えー、メールをしていただくということで、会、え、員、ー、になれますということですね。で、会費の方は、えー、1万円になっております。これは年間なので、えーまあ、年間でですね、あれだけまあ得点がつけばまあ美味しいんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。 ということでえ、それからですね、えっと、ちょっと最後の、えー、この番組へのですね、質問とか、まあ、あとです、ねまあ、感想とかですね、まあ、な何でもいいのでこのメッセージみたいなのをここちら、このツイッターのアカウントですね、<music> アットアズパン FM、えー、こちらの方にほうに DM なり、えー、リプなりですね、えー、していただけるとお、まあ、私の方に届きまして、えー、番組内の方で、えー、紹介できれば紹介していきたいなと。 思いますし質問であればまあ答えていきたいなと思いますのでぜひどしどしよろしくお願いいたします。はい、えー、ということでそれではちょっとあの番組の方にこう入っていこうかなというふうに思うんですけれどもまずはですねえー、とこの私のですねまず自己紹介をこうした方がいいかなと思うのでまずはちょっと自己紹介をさせていただきたいと思います。 で私ですねまず名前を、まあ、足犬と言いまして、えーまあ、これはですね、まあ、足なんちゃら剣なんちゃらという、まあ、本名なんですけれども、まあ、要はキムタク方式ですね、まあ、そういう形で今芦犬というふうに、まあ、よあ言ってますとであと生年月日は1977年の2月4日、まあ、つい先日ですね、まあ、誕生日を迎えましてもう45人になってしまいましたもう荒引くですね もうちょっとあんまり最近年齢考えないようにしますけども <laughs> で、えー、出身が、ねえー、千葉県となります。で千葉の、まあ、八千代というところですね、村、ま、が、あまあ、出身になってまして、えーまあ、千葉県出身の結構ですね、レスラーの方もいろいろいると思うんですけれども、まあ、あのこの番組持たれているです、ね、あの佐紀さんですとか、まあ、その辺とかですね、えー、結構同じような出身者がいますね。 でえー、あと、ですね、まあ、この,あの、まあ、女子プロレスチャンネルという YouTube のチャンネルをまあ私がやってますので、まあ、そのプロレスをですねまず見るようになったきっかけというのからですねちょっと紹介というか、えー、お知らせしたいなと思うんですけれどもまず、ですねあの高校生の時ですね自分がこれ1992年の10月くらいになるんですけどあの新日本プロレスあの当時、ですね夕方の4時からやってまして でワールドプロレスリングでで、すねで。あれで最後番組の最後にあの、何ですかねこうやる会場がこうずらずらとこう一覧で出るんですよね「何月何日どこでやります」みたいなのとかがでそれはまあその時当時は全然全くプロレスに興味なくてで、まあ「週刊プロレス」を友達に買ってきてあげるっていう。 ちょっっとこう、まあ、役目みたいなのがあって、まあ、別にパシリとかじゃないんですけど、まあ、こう通り道にコンビニがあったから買ってきてあげるみたいなことをまあやってでそれでちょっとだけプロレスにこう触れてで一緒にこうワールドプロレスリングを見てた時に、まあ、その、まあ、並びがあってその中に幕張メッセがあったんですね。でまあ千葉だなので出身が、まあ、幕張でちょっと行ってみないっていうふうに誘われていったのが92年の10月18日かな。 えっと、グレート・ムタ対スコット・ノートンという IWGP ヘビー級選手権試合だったんですよね。でもそこでですねそのグレート・ムタ選手に自分はもう引かれてしまってですねもうそこからこのプロレスファンが始まるんですね。で、えー、まあこの今までずっとこれ続くんですけどあのただですね途中この92年から10月からまあ今2022年までの間で。 ちょうどですねあの空白期間というかプロレスファンをしてない期間があって、まあ、それっていうのはあの、まあ、90年代から2000年くらいにまあかけてたんですけどあの k 1とかプライドが流行った時ですねあの時にもう完全にですねそっちにもう浮気をしてしまいましてもう k 1プライドに行きまくってプロレスを全く見なくなるっていう期間がですねちょっとあるんですねそこが。 でまあ、その期間がちょっとあってでまあ本当にどれくらいですかねまあでも本当にプロレスに戻ってきたのは本当45年前くらいで結構ちょっと最近なんですけど、まあ、それまではまあ一応その情報としてはこう得てたりとかしたんですけど、まあ、そこまでこう深くはまあ見てなかったというか気にはしてなかったみたいな感じですねで、えー、そうですね、えー、まあ本当に45年前にこう帰ってきて 帰ってきてとていうかま,あまた見るようになってですねえ最初はこう男子プロレスですねあのを見てたんですよ、もともと黒潮イケメン二郎選手にハマったのがきっかけで自分はこう戻ってきたんですね、プロレスに。で、そこから今度、黒潮イケメン二郎選手はその時レッスルワンに所属していたのでまあそこに所属していた今度、木村花選手をまあ見るようになったんですね。 で、その木村杏選手をファンになってそこからこう女子プロレスにこうハマっていくことになったっていうのが、まあ、きっかけなんですよね。でですねえー、そうですねで、まあ、ちょっとその,うあのプライドとか k 1とかをこう見てた時代っていうのがあって本当にちょっとプロレスから離れてしまったっていうのがちょっとなんか勝手なこの自分の中のその 罪悪感みたいなやつがちょっっとあって本当にそのプロレスの冬の時代みたいなのをこう支えてなかったことによるすごい勝手ななんかちょっと罪悪感みたいなのがちょっとありましてであのこのプロレスファンに戻ってきた時にその自分そのソフトウェアのアプリとかですねウェブとかのエンジニアなのでアプリを作ったんですねプロレスのレッスルゴーっていうアプリを作ったんですけど、まあ、当時あの。 『ポケモン GO』っていうのが流行ってたんですけど、まあ、それのちょっとしたオマージュみたいなやつでポケモン GO は多分ポケモン、GO、を歩いて集めていくんですけどレッスル GO は歩いてプロレスラーを集めていくっていう、まあ、そういうアプリをこう作ったりとかですね、まあ、なんかちょっとこうプロレスに <laughs> 何か少しでもこう役立てるようなことができればいいなみたいなことで少しまあなんかそんなような活動も始めましてと。で まあ、いろいろ SNS ですね、ツイッターとか、あ<笑><笑>あ、そうですね、ちょっとこれもすでにあの更新とかあまりしてないのであれなんですけど、そうですね、ちょっとこんなようなのも、あのもうまあ以前、もうこれ結構もう4年ぐらい前ですかね、もう作って、で結構あのいろいろこうユーザーさんにもこう使っていただいたりとかしてですね、まあ、そこからあのツイッターとかもこう始めまして、本格的に。 でそこからですね本当にプロレスのこう仲間がいろいろできてきたりとかですねまあツイッターでこう選手をいろいろ応援したりとか、まあ、そんなような感じで、えーまあ、やってたんですよねはいで、えーまあ、今ですねあの2021年からですかね、えー、で、あのー、その活動というかそのプロレスをこう広めていきたいみたいなこ,う、まあ、これ勝手なやらなんですけど活動を今度は YouTube で やろうということでですねちょっと YouTube のチャンネルをちょっと新たに立ち上げましたということでまあこれがこのまあタイトルにもなってますさ試験女子プロレスチャンネルというですねチャンネルですね <noise> でですねえー、っとあ <laughs> 今登録していただきたいといまありがとうございます ででえっとですね現在、この試験女子プロレスチャンネルの方がです、ね、えっと登録者、今1350人ですかね、えー、もう本当にもうこんな1000人とか行くとか、本当ちょっと思ってなかったんですよね、最初、実は。であの始めたのが2021年なんですけど、その時はです、ね、えっとデイリー女子プロレスニュースというですね、えー、ものをやってまして。 多分ちょっとあの再生リストのところをですね行くとですねデイリー女子プロレスニュースというところがですねあってですねあこれですねこのデイリー女子プロレスニュースのところこれがですねあの毎日その女子プロレスのニュースをですね全団体分、あと試合結果それから明日の試合予定とかをですねずっとこう毎日やってたんですよ、2021年1月1日から。 12月31日までこう毎日それをお届けしていくっていうことをまず目標にこうやってたんですね。で、えー、もう本当に最初は本当全然 YouTube のこととかもよく分からなくて。その なんですかね、こマイクとかもすげえんか変なやつで <laughs> もうめちゃめちゃ安いようなやつとかでやってたんでなんか音も今聞くと1回目とかめちゃくちゃひどくて、えーま、まあこれ最終回ですね最終回そうですね本当に1年間毎日やるって最初に言ったんですけど結構辛くてもうなかなかですねこうネタがない時とかも結構ですねあってですね、まあ、それをこう 絞り出したりとかであと毎日なんで本当にしかもこの前日のその,その日のニュースなのでんだろうなこのタイムリーにその情報を追っていかないといけないっていうのと。 あとその,その日が終わらないと動画を作れないっていうこの辛さみたいなのもあってで毎日毎日こう深夜もう本当に3時とか4時くらいまでですね動画を作って毎日アップしてっていうのをやってですねもう本当にあの新型コロナの,このワクチンを打った日もですね休まず <laughs> やり続けまして365回これは見事にですね、えーまあ、自分で見事にっていうのもちょっとおかしいんですけど、まあ、やりきりまして。 で、えー、そうですね。で、その時は、チャンネル登録者数って、本当400、まあ、500人弱くらいだったんですよね。で、えー、まあ、1000人いったらいいなっていうのは、まあ、最初に思ってたんですけど、まあ、なかなか、こう、やっぱり難しいなっていうふうには、ちょっと YouTube、まあ、1年間やってですね、初めて、初めてとか、ようやく気づきまして。で、ちょっとこのままだと、なんか、 やっぱせっかく目的としてその女子プロレスをいろんな人に広めたいっていうのがあるのにこうなかなか広がらないのもちょっとやってる意味がどうなんだろうっていうのを最初のこう目的に立ち返った時に思いましてで、まあ、ちょっとある方にですねこうちょっといろいろ相談とかしてで顔を出した方がいいんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話にこうなったんですよね。 まあただ、こう自分はそのデイリー女子プロレスニュースってもともとやってたのってこうウェブの画面とかを映したりとかしてるだけであとツイッターの画面とかですねで、それただあの声を入れてただけだったんですけどそれだとちょっとあんまり動きがないのでやっぱり動画としてあんまり面白くないよねっていう話にまあなってったんですよね。なのでちょっと まあどんどんこのアシケンっていうこのキャラクターをこう出していった方がいいんじゃないっていうふうにまあ言われてまあ確かにそうかもなと思ってちょっと試しにですね今年1月1日からまあこんなようなスタイルというかでまあやっていったんですよね。したらえっとまあこの動画の中にですねまあもしかしたらあるかもしれないんですけどあのー。 ってことだろうな選手紹介、選手紹介かな、一番最初にこうバーンって跳ねたのが、選手紹介のところで、えー、っとあれですね、テクラ選手と未来選手を紹介したのが、多分一番下の方に、このリストの下、あこれですね、この、はい、未来、テクラとは何者かっていう、この動画、この動画がめちゃくちゃ跳ねて、今、1万7000回,回生再生されてるんですけど。 ここでバンと跳ねてですねここで一気にチャンネル登録者数が激増したんですよね。でこれそのスターダムのまあ動画なんですけれどもまあなのでちょっとスターダムファンがいかに多くいるかっていうのとスターダム関連の動画がめちゃくちゃ広がるっていうのがここで。 なんんかかかっったたというか知でですよねでここからあのマスターダムのファンの方がですね自分のこうやつを見てもらってであの以前そのやっぱ「デイリー女子プロレスニュース」っていうのをやってましたけれどもまあ今年からですねあのデイリーでやるのはまあやめてであの代わりにですね毎週。 1> まあ週1ウィークリーで、えーまあ、そのニュース同じようなことをまあやろうかなと思って、まあ、やったんですよね。で、まあ、そのこの動画をきっかけにですねチャンネル登録してくれた方が、まあ、そのニュースとかも見てくれたりとか、まあ、あとは他のですね動画とかも見てくれたりとかしてですねほんといろいろ、まあ、前までは本当にコメントなんか1件くればいい方で。 しかも別にそんないいコメントじゃなかったりとかもまあしたりとかしたんですけど、まあ、最近は本当にすごいたくさんコメントをいただくようになりますしですね本当にめちゃくちゃ嬉ししくてもう本当ほぼほぼできる限り全てに返信してるような感じで、まあ、やってるんですけれども、まあ、本当にだからすごいありがたいなっていうところですよねでえっとですねあそうですねで まあまあ、そんな感じでこのチャンネルをこう今年からちょっとリニューアルしてやってますっていうところですよね。で、えー、このチャンネルのちょっと紹介をさせていただきたいんですけれどもまずですね、えっと、この更新頻度みたいなやつがこの、まあ、上に書いてあるんですけどあの月曜日と水曜日それから金曜日と土曜日の、まあ、週4回今更新してます。 もともとはです、ね、月水金であの最初当初始めたとき、まあ、今年の1月1日からですね始めたときは週3回で更新してたんですけれどもあので月曜日にそのウィークリーのニュース女子プロレスのニュースをまあやってたんですけどあのその視聴者さんから、えっと、ちょっ足りないと週1じゃ足りないっていう風に言われて。 あそうなのかなと思ってあの結構そのやっぱ1週間だと逆に結構ボリュームが多くてこう動画の長さが、まあ、普通にこうなんでしょうねこう撮ってってると、まあ、1時間近くになっちゃってでそれをまあカットして、まあ、大体3 4 0分くらいにまあ収めてたんですけど、まあ、そうすると本当にこう一つ一つのニュースがちょっとずつの何て言うんですかねこう、まあ、解説だったりとか、まあ、そういうのをちょっとずつになっちゃうので。 ちょっとそれは足りないというですね本当になんか嬉しいコメントをすごいいただきましてなのでちょっと週2にしようということで土曜日もこれ増やしましたということで今週4回になってるんですね。で毎週月曜日の方はですねその,その前の日とその前の日まあ要は土日ですね土日のその女子プロレス界のそのニュースそれからその土日で行われた試合の結果ですねを こう流しつつそれに一つ一つに対してなんか感想だったりとかまあそんなようなことをこう話すみたいなまあそんなような動画になってますとで毎週土曜日の方はえ月曜から金曜までの平日のその女子プロレスの全団体のニュースそれから試合結果なんかをまあ土曜日にまとめてえお伝えするみたいな感じで今は動画を作っておりますなのでえ月曜とこの土曜ですね えー、この2つの曜日をちゃんとこう抑えてこの今この一番上に映ってるです、ね、やつですね「超時短」みたいなの書いてありますけど30分で把握女子プロレス界最新ニュースということで、えーまあ、なのでこの2つ、まあ、だから合計1時間なんですけど、まあ、この1時間で、えー、女子プロレス界全団体の,その動向だったりとか、まあ、ニュースですねであとはその試合結果が全て分かるようになってますので本当にその。 まあ本当に結構ですね女子プロレスってその団体がが偏っていることと結構多いと思うんですよあの例えばスターダムだったらスターダムしか見てませんとか、まあ、ウェーブだったらウェーブだけですとかそういうファンの方って結構多いと思うんですけどやっぱりですね横同士でこの全団体を見ていくっていうのがいかに楽しいかっていうのをです、ねまあ、ちょっとそこもですねこう伝えていきたいっていうところと。 まあ,もちろんあと、本当に,女子,プロレスに今女子プロレスを今まで見たことがなかった人たちにもやっぱり届けたいっていうのもありますので、まあ、その2つのです、ねまあ、観点からやっぱりこう1つの団体にこう集中して何かこう発信するんじゃなくて全団体またにかけて発信していきたいなっていうところがまあ,あって、まあ、こんなような構成にしてますっていうところですね。 このニュースもまあそうなんですけどただニュースって本当に生もので今しかわからないんですよね。まあ、なのであ、まあ、今しかわからないのもあるしあまりその中をこう深くこう掘っていってあの説明とかはあまりしてないので、まあ、うっすらこの表面だけこう言っているような感じなので、まあ、そこをさら、ね、に補うために。 毎週水曜と金曜ですね。にまあ、ちょっとしたこのなですかね。企画ものみたいなまあ、女子プロレスに関連する企画ものみたいな。その動画をここでは上げてます。まあ、例えばここで言うとですね。ま1、あ、番この左上梅崎遥香選手の紹介動画だったりとか。まあとこの隣の。もしも今女子プロレスのオールスター戦をやったらどんなカードにするかっていうのをま、自分が勝手にこう考えて。 カードを発表すするっっていう,ような動画だったりとかですねあと一番右側だとそのレスラーには見えない美女レスラー10人みたいなのを勝手にこう選定したりとかですね、まあ、あとはですね、えっと、数字で見る女子プロレスみたいな感じでこれの一番今左上に映ってるこのタイトルマッチ数2021年にタイトルマッチを行った数っていうのをこう集計しまして。 どの選手が一番タイトルマッチしてたのかみたいなのをこうランキングでトップ10こうお知らせしたりとかですね、まあ、そんなようなことをまあこうやっていっていろんな選手がいるんですよみたいな、まあ、そういうところも知ってほしいし、まあ、あとはそのさっき言った梅崎遥選手の紹介だったりとかこの一番今右に映っているこのラム会長の。 紹介だったりとかですねまあその一人一人のその選手に対してかなり深掘ってこう紹介していくみたいなまあそんなようなこともまあやってますので本当に全然知らない選手がいたりとかもすると思うんですよねまあなのでそこを、えー、まあこの動画で保管してもらってなんか予備知識というか前知識をこうつけてもらってみることでまたこう楽しさが まあアップすればいいのかなみたいな感じでまあやらせていただいておりますというとことですね。はい。で、えー、そうですね、あと何があるかな。まあ、このチャンネルで言うとですね、あとはですね、女子プロレス大賞みたいなやつを勝手に自分がこう選定したりとかですね。で、まあ、これは2021年のやつなんですけれども、2022年はですね、あ、で、女子プロレス大賞って、まあ、なんだか、ト、ま、ー、あ、スポのやつとかまあ,あると思うんですけど、 結構あのいつも毎年トースポのやつ発表されるとなんか賛否両論というかいいやまあなまあな,なんですけどまあ確かにでもそれってもう本当にプロレスって、まあ、これも面白いところだなと思うんですけどやっぱり人によってですねその、まあ、評価みたいなところってそれぞれの,その評価軸みたいなのがあるから。 やっぱりみんながみんな満場一致でこの人がいいみたいなのはなかなか、ね、あの揃わないと思うんですよね。まあ、なので、えーまあ、それはまあしょうがないかなというところはありますし、まあ、なので、この女子プロレス大賞自分が出している女子プロレス大賞も多分見る人によってはいやいやみたいな感じにはなると思うんですよね。まあ、なので、まあ、そこは別に全然当たり前のことだと思いますし。 まあ,あれなんですけど、まあ、なので,で1年間こう終わった後にこうなんに対象を考えると結構こう年末にやったのにこう偏りがちというかやっぱり記憶が一番新しいものにこう寄りがちなんですよね。まあ、なのでなんか MVP だったり、まあ、ベストバウトとかまあ特にそうなんですけど。 まあ結構年末の大会とか試合にこうちょっと偏りがちみたいなところはあるのでちょっと今年からはですね少しこう趣向を変えましてあの毎月ですねこう対象をこう決めていくんですよ月間 MVP みたいなやつとかこの月間の例えばベストバウトとかですねまあ今1月の分はもうすでに上げてるんですけど動画で月間大賞みたいな感じでこうやることによってですねあこれの一番左下のところですね はい、で、えー、とここでこれは今1月の分ですね2022年のここでその月間のベストバウト MVP とかをまあこう決めていくじゃないですかでこれは1月で、まあ、今月2月とか3月とかこうずっとやってってで今年の12月、まあ、1月になった時にその1月から12月のまでの中のこう MVP になってった人たちとかその中で月間のベストバウトとかが まあ、ノミネートみたいになってその中から一つこう選んで対象としようみたいなまあなんかそんな感じに、えー、しようかなと思って、えー、今年からはこの月間でこう一つ一つやっていくっていうのを、まあ、やってたりとかもしますはい、まあ、なのでまあそんな感じでですね、えー、いろいろこの「あしけん女子プロレスチャンネル」ではですね、えー、たくさんの女子プロレスラーを紹介したりとか。 まあ,あとはなんか、まあ、オールスター戦みたいなので勝手にこっちから決めたものを発信したりとかです、ねえー、いろいろやってますしであと最近はですね本当にそのスターダムに他団体からこうなんでしょう、ね、参戦してきたりとか、えーまあ、あとはそうです、ねまあ、プロミネンスみたいにこう攻めてきたりとか、まあ、そういうのがあったりとかもするので。 あの本当にそのスターダムしか見てない方はおそらくそういう選手たちがどういうつながりでここに上がってきたのかとかやっぱその辺の経緯とかって分からなかったりとかすると思うんですよね。まあ、なので あのその辺をこう結構、最近はこうスターダムに誰かが上がってくるたびに外からですねその紹介動画をこう出すっていうのがちょっと定番になりつつあるんですけれども、だからこの梅,梅崎選手もまさにそうで、3月11日、今度、ニューブラッドワンというですね、えー、スターダムの大会、新しい大会を行われますけれども、まあ、そこで先日、ですね、えー、記者会見ありまして。 梅崎選手が出場するということが発表されましたので、まあ、このタイミングでどんと紹介をしたというのもありますとで、まあ、さっきの,あのテクラ選手とかミライ選手とかも同じような感じで、まあ、今年の1月3日ですよね、ドンナ・デルモンドにジュリア選手がこの2人を連れてきたのが初めて初紹介というか初めてスターダムに出てきた時だったので、まあ、それを紹介したとしたらまあそれがダーンと跳ね上がったということで、まあ、ちょっとなので。 この紹介動画を上げるっていうことをですねやるのが若干こうなんでしょうかねいいないいなっていうか跳ねるなっていうのはちょっとあるのもあるんですけど <laughs> 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 まあそれもあってですね紹介してるっていうのを、まあ、今後もまあ続けていきますので、まあ、なのでですね別にそのスターダムしか興味ないよっていう方とかもですね きっとこのここのこの先、ですねこれからも多分スターダムに新たな選手というのはどんどん来ると思うんですよね。まあ、その場合にやっぱり予備知識があった方がですねそれだけやっぱり面白く見れたりとかもするので、まあ、ぜひです、ね、こうチャンネル登録していただきましてその辺の予備知識をつけていってもらえるといいいのかなと思いますね、はいまあ、そんなところですかね、試験女子プロレスチャンネルとしてはまあこのくらいで。まあ、ただあの あと目標がですね、もうあのそもそもこの女子プロレスチャンネルを始めて1年間365日毎日投稿するというのがまあ去年の目標だったわけですけれどもで、まあ、プラス1000人達成みたいなのも実は裏の、あのー、目標としてはあったんですけど、まあ、ただちょっとそれはちょっと達成できなかったんですけど、まあ、365日は達成しましたと。で、こ、まあ、今年からリニューアルしたら一気に1000人までいって本当、まあ、1ヶ月で、 もう500以上増えて、あのー、その1年分は何だったんだみたいな <laughs> ちょっとなるんですけど、まあ、ただ本当にありがたいことにです、ね、1000人超えまして、まあ、なのでちょっと目標その2つの目標はまあ超えられたかなと思うので今度はちょっと1万人目指したいなと思いますのでぜひです、ね、これ見ててチャンネル登録されてない方は本当によろしくお願いいたしますというところでお願いしたいなと思います <laughs>。はい 自分の,このチャンネルの紹介はです、ねまあ、これくらいにしましてです、ねえーとまあ、自分はこの女子プロレスをこう、まあ、好きで見ているわけですけれども、まあ、その中でもです、ねまあ、やっぱりあの好きな選手というか、まあ、推し選手がこう何人かいるわけですけれども、まあ、ちょっとその選手をです、ね、紹介していきたいなという,ふうに思います。で多分 この、まあ、今番組まあ見られてる方で多分足剣女子プロレスチャンネルを見られてるそもそもの見られてる方は、まあ、多分自分が推してる選手ってこの人だろうなっていうのは多分わかると思うと思うんですけどまあほにこ,これで初めて自分をこう見たっていう方は全く多分分からないと思うので。 ちょっとその推し選手もこ紹介していこうかなというふうに思います。はい。でえー、っとですね、まずはですね、えー、っとガトームーブの鈴鹿明選手です。でこの鈴鹿明選手はですね、まあ、1999年5月30日生まれということで、えー、っとまあ、5月今年の5月で23ですかね。 ま,あまだ本当若い選手で,で、まあ、京都出身なんですよね。で、まあ、見ての通りこう身長1 4 8センチ、まあ、5 0キロということで、えーまあ、結構小さめの、まあ、プロレスラーとしては小ぶりな感じなんですけれどもただですねこの選手がこのリングに上がったら本当にこう水を得た魚のようにです、ね、このリング上を動き回ってでしかもこの駿河明選手っていうのはあの。 あまりこう今までの,そのプロレスのセオリーっていうんですかねっていうのを結構、まあ、破壊してくるというか自分がこう想像してたようなこのプロレス技をなんでしょうねこうすごい新たな斬新なこの技を結構出してくることが多くてですねでもともと、まあ、ガトームーブって佐倉恵美選手が。 まあやってる団体ですけれども、まあ、そもそも桜選手が、まあ、そういう選手というかですねやっぱりもともとアイスリボンからです、ね、始まって、まあ、このカットオムクになっ,てるですなってるんですけれども、まあ、その桜選手はそもそもその選手を育てるのがめちゃくちゃうまくてその選手って今多分桜,、まあ、桜チルドレンみたいな感じでいると思うんですけど、まあ、そういう選手たち今すごく活躍してますし。 でまあ、例でいうと、やっぱりリホ選手とか今、AEW、アメリカで活躍もされてますし、まあ、桜選手自身も今、アメリカでまあやられてますけども、まあ、この駿河芽生選手も、その AEW にまあ出たこともまあ,ありますし、まあ、ということでですね、えーまあ、この駿河芽生選手、今、デビューしてですね、今、2018年デビューなので、えー、っと3年、今年の5月で4年になりますよね、4年なんですけれども、まだ。 本当4年でですね、まあ、ここまでできる選手ってあんまり見たことないなっていうのもあってですごく運動神経が抜群でですね多分教えればもう何でもできるんじゃないかっていうぐらいすごい動きなんですよねでもともと駿河芽生選手なんで好きになったかというと、まあ、自分はさっき言ったその木村花選手から入ってで、まあ、そこから、まあ、スターダムに。 行くようになってでこのスターナムの後に今度あのガトームーブになるんですよガトームーブをこう見に行くようになるんですねで。っていうのはガトームーブ行くようになったきっかけはリホ選手なんですよ。あのリホ選手を東京女子プロレスで見てでそこでちょっとリホ選手に興味を持ってガトームーブ見ていこう見てみようと思ってガトームーブに行き始めたのがまあ始まりなんですけどでそのは見に行った本当に。 どれくらいですかね、まあ、すぐくらいでこの駿河明選手まだ練習生だったんですよ。で、桜選手が主催している誰でも女子プロレスっていうのがあって、まあ、ここでですね、駿河明選手はずっとその、まあ、プロレス教室みたいなやつですねで、ここでずっとやってたんですけれどもで、まあ、そこのプロ第1号なんですよ。 デビューでそのーなんでしょうねデビューするってなった時にあのエキシビションマッチみたいなのをこうガトモーグっていつも市ヶ谷の市ヶ谷チョコレート広場っていうあのマットプロレスをやってるんですけど、まあ、そこで初めて、えーまあ、エキシビションマッチみたいなデビュー前にエキシビションマッチっていうのをやってでそれを、まあ、見たんですね生で,でそこで見た時にもう衝撃を受けましてそのエキシビションマッチがめちゃくちゃすごくて。 え本当にこの選手これからデビューなのっていうぐらいの、まあ、動きだったんですよね。であと何でしょうねこのき気持ちというかすごい元気ではつらつとしててで運動神経もめちゃくちゃ良くてっていうのを見た時にあこの選手絶対面白くなるなって思ったんですよねその時に。でもうそこでもう一瞬でとりこになりまして、まあ、そこからまあデビュー戦それからもう本当に今までですね もう本当にか4年近くですねもうずっとデビューから見続けている選手ですね。ねで本当に何でしょうねこうすごい陳腐な言い方というかあの安っぽい言葉になってしまいますけどあの本当に天才と言っていい選手だと思いますね。<laughs> はい <laughs> ですね。で、菅義姫選手、まあ、本当に一押しなんですけど、まあ、あとですね、えーとまあ、さっきあの動画にも、まあ、あったと思うんですけどもあのラム会長ですね。 あのラム会長は、ですねもう本当に、まあ、この写真を見,てと見,見るって分かる通りですね、こう顔面を白く塗りまして、で、目をこう黒く縁取りましてっていうです、ね、でで、すね唇も黒くてっていう、<laughs> まあ本当にもうデーモン小暮れじゃないかみたいな感じのいでたちなんですけれども、で、まあ、なんか怖そうじゃないですか、一見。一見怖そうなんですけど めちゃくちゃ優しいんですよ実はめちゃくちゃいい人なんですねでえっ、ー、と、まあ、ラム会長はそもそもあの小学生の時にこうデビューしてて今、まあ、そらくプロレス界の,その史上最年少デビューの人なんじゃないかなと思いますねそうですねでその時にあのまあキッズレスラーみたいなのってやっぱり r 選手とかもいたと思うんですけど まあそのリホ選手と一緒に昔ですねもう十何年前ですかね、えー、構想を繰り広げてたというのがこのラム会長なんですねで、えー、ラム会長はそのトリプルシックスという暗黒プロレス組織トリプルシックスというまあ団体の選手になるんですけれども、まあ、そのトリプルシッスっていうのはそもそもこう男子団体なんですねほぼほぼというかもう会長以外はみんな男子なんですねでその中でこう小学生の会長が まあバッタバッタとこう大人をなぎ倒していくみたいな、まあ、そんなようなのが、まあ、最初はですね、まあ、やられてたんですよね、まあ、なので会場自体はもともと女子プロレスをやってたわけじゃないくてこのトリプルシック6の中で小学生レスラーとしてまあやられてたっていうのが、まあ、スタートというか始まりで,でそのうち引退してしまうんですね1回。で えー、本当にその女子プロレスに戻ってきたというか戻ってきたというか女子プロレスはまあやってなかったので、まあ、女子プロレスデビューをしたんですよあのつい最近。でそれが2020年かなの6月30日で,でそこでアイスリボンにそのラム会長が女子プロレス本格参戦としてですね、えーまあ、参戦したのがまあきっかけでこの女子プロレスにまあ上がるようになったと。 でまあ、それが藤本司選手との試合だったんですけれども、まあ、それもですね自分を見に行ってで、まあ、それまでは本当にラム会長って全然その名前とかは知ってましたけど全然どういう選手とか全くもうほぼ分かってなくてで、まあ、なんでそれ見に行ったか、まあ、その大会はですねもうそのラム会長対藤本司っていうのをまあ目当てに行ったんですけど、まあ、なんでそれを言ったかっていうと。 そそもそもさっき言ったそのガトームーブですよねガトームーブでリホ選手がいましたでリホ選手が当時ガトームーブを退団しますという時だったんですよねちょうどでその対談するってなった時にあれとこれリホ選手もちょっとこれ対談してで会長が女子プロレスに本格参戦しますっていうニュースが入ってきましたと、まあ、そうなった時にこれもしかしたらこれやるんじゃないかなっていうね 李鳳 <laughs> 選手とラム会長がもしかしたらこれ戦ったりとかこれは今後あるんじゃないかなみたいなのを勝手にこう推測しましてまあそうなった時にこれ会長知っておかないとダメだろうとまあだからきっかけは李鳳選手なんですよまた李 <laughs> 鳳選手きっかけで会長をまあ見とかないとなっていうことでその大会に行ったんですよねで行きましてで試合見て すすごいなと思ったんですよ、まあ、そこで <laughs> 会長なんだ、めちゃくちゃやるじゃんみたいなのをそこで思ってですね、まあ、本当に最初、これちょっと失礼ですけどあの、そこまでしっかりできる選手だと、まあ、思ってなかったっていうのが正直なところで、まあ、だけどその藤本選手相手にこれだけきっちりこう女子プロレスをやったっていうのがもうちょっと感動してしまいましてですね。まあ、そこで なので、えー、まあそれ確か休憩中だったと思うんですけどあのラム会長が売店をこう出してたので、まあ、早速ですね行きましてでも初めましてとケ研と申しますみたいなところから <laughs> 始まりまして、えー、ラム会長の売店に行ってまあ、そこでまあ初めてですねこう話したりとか会話したりとかしてですねで最初はちょっと売店怖いかなと思ってやっぱこの,こ,のこの感じだったんでちょっと怖いかなって思ったんですけどあの。 まあ全然大丈夫で全然大丈夫ですがめちゃくちゃ優しくてでもそこで早速チェキとか取ってですねもうすごいいい人だなっていうことでちょっといろいろ会長とかも SNS とかでこう応援したりとかあとノートとか自分やってるんでまあそれ書いたりとかしたら会長がそれを拾ってくれたりとかしてですねでまあそこからちょっとどん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 こう沼にハマってて今今に至るんですけど。 そうですねで、まあ、なので、ラム会長もまあ素晴らしい選手なので、まあ、今後、ちょっとみんなさんあれです、ね、追ってってほしいところですねで会長はアイスリボンによく参戦してますし、えー、トリプルシックスでも見れますでこの2つではですねちょっと戦い方が若干違うので、まあ、それぞれ見てほしいなって感じですねで、えー、そうですねあと最後にですね、えー はるかつくし選手ですね。あ、最後じゃないな。これすいません <laughs>、えー。つくし選手ですね。はるかつくし、選手えー、はるかつくし。選手はアイスリボンの選手でえー、まあ、これもですね。もともとそのさくら選手が教えてたっていうのもありましてですね。まあ、さっきのあの駿河名選手とかと同じなんですけど、な、まあ、んでアイスリボンをさくら選手がまあ対談しまして、えー、藤本選手がまあ代わりにというか、まあ一緒にこうやってっててまあ、今に至るんですけど。 くし、まあ、選手も結構小さい、まあ、小さいこと14歳くらいですかね、にデビューしてまして、まあ、今、10年目なんですけど、まあ、ついにですねアイスリボンの頂点に立ったということで、えー、今年からそのアイスリボンを引っ張っていくのは、もうくし選手なんですね。 で本当に先ほどするが明選手を天才って言いましたけど、まあ、このつくし選手もまあ本当に同じくらい天才で、ですねちょっともう今、自分の中のドリームカードは、もうこの2人が試合をすることが今、ドリームカードですね。とそれくらい素晴らしい選手なので、本当につくし選手もこ今年要注,要注目な選手かなと思いますねでで、えー、次にですね。 えー、ディアナからですね梅崎遥選手ですね、まあ、先ほどの動画の中にもありましたけれども、今度、ですねあの3月11日にスターダムにこう出ることになってますので、まあ、ここで、ですね、まあ、今まで多分梅崎選手、知らなかった方多かったと思うんですけど、多分このスターダムに出ることによって、ですね一気にこれはねると思いますね。 多分見ての通りありすごいアイドルフェイスなんですよ、まあ、っていうのはもともとアイドルやってたんですねあの茨城の牛久でやってたんですよご当地アイドルみたいなのやってて、まあ、そこからのプロレスラーなので、まあ、そのまあ実際そのビジュアルもいいっていうのとあとプロレス自体もめちゃくちゃ良くて、まあ、サリー選手譲りのエルボーだったりとか、まあ、ドロップキックだったりとかがすごいいい選手なので本当にスターダムにこれ参戦することになってですね おそらくスターダムファン結構持っていくんじゃないかなと思いますね、まあ、なので本当梅崎選手もまあ今年すごい注目の選手ですねで今ディアナで今タッグチャンピオンとかやってたりとかもするので本当実力もあのどん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 上がってきてますし、まあ、多分これからですね人気も出てくるんじゃないかなと思いますねでこれ最後にですね、えー、次スターダムの首里選手ですね首里、まあ、選手はですね 結構昔から見ててもともとパンクラスですねパンクラスで、えー、チャンピオンになったくらいまあその前にちょっとあの,その、まあ、同じぐらいか、えー、とオズアカデミーであの志田選手と一緒にタッグのチャンピオンになったりとかしてですね、まあ、その時にその大会を見に行って首里選手にちょっと一目ブレしてみたいなところもあってでそこからですね、まあ、その時はの総合とかキックとかやってたんであのパンクラスの方にも見に行くようになって。 でその時パンクラスに行くのにシュリ選手にチケットお願いしたんですよ。したらなんか手書きのメモとかなんかいろいろこう同封してくれててですね。もうそれを見た時にもうすごい感動しまして、まあ、それももうすぐ感動しちゃうんですけど自分。<laughs> でまあシュリ選手をまあ、そこからまファンファンになってで追っかけるようになってまあ今にまあ至るんですけれどもで本当につい先日まあ、去年の末ですよね。 あのシュリー選手スターダムの頂点にまで行きましたからでさらに UFC にもまあ出てたりとかもしてもう本当に総合それからキックでプロレースもう3つの,この頂点に立ってる選手なので本当に今全,全選手見てもやっぱこれだけの選手っていないんじゃないかなって思うくらいの選手なんですよねだからもっと本当にシュリー選手って評価されてもいい選手だと思いますし まあ今、年ですねこの今スターダムの赤いベルトを持って、えー、まあ防衛をですねずっと続けていけば今年プロレス大賞もうかなり候補なんじゃないかなというふうに思いますね。はいということで、えー、ちょっとですね自分の推し選手ちょっと最後の方ちょっと駆け足になってしまいましたけれどもこの5人、もうこの5人はですねもう今年、激推しの選手ですので。 ぜひですねもう今、初めて知ったとっいう方はもう調べるとかツイッターフォローするとかをしていただいてですね、えー、見ていただけるといいかなと思います。<music> はいということで、えー、っとそうですねもう時間がですねもうこれ終わりになりますけれどもいやーちょっとですね、えーまあ、本当に初めてこういうですねこの生放送というかインターネットテレビみたいなのをこうやらせていただいてですね もう最初ちょっと何話そうかなみたいなのをちょっと思ったりとかもしたんですけれどもこれちょっとやってみたら結構もう50分みたいな感じがすごいしまして全然まだ言いたりなかったところもまあちょっとあってですねちょっと最後の方今押し選手駆け足になってしまいましたけれども。 本当はこう1人です、ね、5分ずつくらいでまあこう紹介できればいいかなと思ってたんですけどなんか1人こう語りだしたら止まらなくなってしまいまして <laughs> ちょっと押してしまったんですけれども、まあ、ということでですねちょっっとこうやっぱり女子プロレス界今後もですね今、スターダムがめちゃくちゃこう盛り上がってるるというところもありまして。 かなりですね、女子プロレスの方も盛り上がりがこれから期待されるかなと思いますのでただ、スターダム今一強というところが正直あるので、まあ、そこにですね、他の団体もこう続いていってほしいなというところもありますね。まあ、なのでちょっとその辺をですねこう自分のチャンネルでまあどれだけ影響を与えられるかわからないですけれども、まあ、少しでもですね、えー、こう後押しができればいいのかなというふうに思ってちょっと YouTube の方を頑張っていこうかなと自分も思っていますので。 ぜひですね、えー、視聴の方それからチャンネル登録とかですね、えー、もししていただけたらよろしくお願いいたしますと、そうですね、そうで,すねで、本当にその、今、スターダムがむちゃくちゃ盛り上がってるっていうのも、まあ、あるんですけれども、まあ、それ以外にもですね、やっぱり、スターダムが今、一番いいっていうのは分、まあ、かるんですけれども、 ただスターダム以外の団体が劣ってるかというと全然そうでもなくて実はまあどの団体もほぼ同じようなクオリティでやられてるんですけれども多分それを知らないだけだと思うんですよね、まあ、なので本当に一度ですね YouTube とか本当に無料でやられて試合が配信されてたりとかもするので是非ですねちょっと興味を持っていただきまして見ていただけるとやっぱりこう 突然このその選手がもし参戦してきたときもどんな選手なのか分かるので結構、楽しく見れるというかまあその背景とかも分かったりとかもするのでまあすんなりこうそ,のその選手を受け入れてそのスターダムで見ることもできますしま逆にスターダムの選手がもしかしたら別の団体に上がることも,もしかしたらあるかもしれないし まあそういうい感じでこう横同士でですね、やっぱり全団体を見ていくとこのより一層女子プロレスライフが楽しくなるんじゃないかなというふうに思いますね、はいえー。ということでですね、もう本当に早くもう50分速攻で立ってしまったような気がしますけれども本当にですね、まあ、このような機会をですね、与えていただいたことにすごく感謝しております。 そうであ、ね、となんだろうな <laughs> まあなので、えー、今後もですね、まあ、何かこういう機会ちょっとあるかどうかまだわからないですけれどもちょっとできるだけですね、どん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 こう自分が出ていってこのチャンネルだったり女子プロレスだったりをこう広めていけるといいかなというふうに思ってます。はい、まあですね、あのもしあの まあ質問だったりとか,、まあ、なんか自分に言いたいことを、まあ、何かもしあればですねあの自分ツイッターの方もやってたりとか、まあ、YouTube のコメントでもいいのであのー、まあこう絡んでいってもらえればいいかなと思いますので是非よろしくお願いいたしますはいこんとこですかねじゃあ なんかまだ全然にぎ足りないんですけど <laughs> これで、えー、それでは終わりということでありがとうございました、えー、それではまたですねもしこのような機会がありましたらまたよろしくお願いいたします